本日の企画は鈴木さのに一問一答。ぜひ最後までご覧ください。始まるよ。2回の小学部鈴木さのです。よろしくお願いします。出身地は静岡で、出身校は藤枝明誠高校です。下宿先の最寄り駅は、門前悪人です。大学までは、自転車に行ってます。登校時間は15分ぐらいです。設定選びとして私は、住んでみてお風呂とトイレは別の方がいいと思います。駅が近いと遊びに行きやすいと思います。確かに。高校での部活は陸上部です。あ、陸上やってました。入試形態は指定校推薦です。関学には、私は関西の大学に行きたいと思っていて、で同じ陸上部の方が進学されていたので興味を持ちます。体育会とは学生連盟に加盟している大きな団体です。例えばアメフトとか硬式野球部とかあります。対面授業があって20人ぐらいいたんですけど、その中で4人は部活で10人サークルがいました。女作家を知ったきっかけは石渕萌美さんのツイートを見たということと、友達からの誘いがありました。で練習はライオンフィールドで男子と同じところでやっています。練習場所までは自転車で15分、歩きで25分です。練習日の今は制限があって週3程度なんですが、リーグ前は週6です。現在の部員数は選手が6人でスタッフが3人です。サッカー部に入ってよかったことは、もう一度熱中できるものに出会えたことだと思います。1日の睡眠時間は7時間です。大学には私服で行ってます。部活がある日は、私服で行って、授業の後部室で着替えて練習場所に行きます。秋学期は24単位取れます。前の頻度は毎週ある授業もあったんですけど、3週間に1度レポートが出るものもありました。と難しかった授業は中国語です。秋駒は何をしたかっていうと、秋駒はまだ経験したことがないので、それから2回の時に経験したいです。ご飯はよく学内だとママで食べることが多いです。オンライン授業で友達はできました。とズームで知り合いました。高校生活のその変化は、自分の好きなことができる時間が増えたことと、いろいろな人と関わることだと思います。大学生活で必要なことはコミュニケーション能力と要領の良さだと思います。確かに確かに。春休み、夏休み、 春は2月初めから4月で、夏は7月後半から9月の後半です。アルバイトは飲食店でやってます。シフトは週2ぐらいです。休みの日、コロナ禍前は地元の静岡の方でいろいろショッピングセンターとかショッピングモールに行ったりとかしたんですけど、コロナになってからは地元ではキャンプとか釣りをやることが多かったです。休みの日に行くおすすめスポットは、私はユニバと一人で梅田とか神戸に行きました。学外ではラーメンが好きなのでラーメン屋さんによく行きます。自炊は、部活入ってからするようになって、自分はハンバーグ好きなので最近はちょっと凝ってハンバーグを作って趣味は YouTube とか最近は動画を見ることが多くて、あとラップバトルを見ることが多いです。将来の夢は父が経営する会社を継ぐことです。クリスマスは友達とクリスマスパーティーをして楽しんでました。バレンタインは逆にもらったことがあって私は作ってないです。マネージャーさんが作ってくれました。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。動画はこれで終了となります。今回は2回戦選手の鈴木さのに様々な質問に答えていただきました。春から大学生の皆さんの参考になれれば幸いです。今後も大学やサッカー部についての情報を発信していくので、ぜひご覧ください。